これフットペダルなんですけど、これを使ってねやってみようかな。まあ動くかどうか分からんけど、うまい具合に。どこをフット担当？6つのボタンを、フットペダルにしますね。よいしょ。セブンイレブンの鶏天おにぎりうめえ。あ、マジで有用情報ありがとうございますダイレクトマーケティングじゃないですか。これでね、多分いけると思うんですよ。これで。で、これをフットペダルのアプリというか、ヘッドフォンするか。例えがマニアックなんだよな。バトルプログラマー知らせとかさこれでフットペダルを前インストールしたやつがあるはずなんで、どれだったかな。フットペダル自体はね、PUBG で、PUBG で使ってたんですけれど、これだ、フットスイッチってやつだな。で、これが、デバイスが見つかりました。まあ、それはそうでしょう。あ、出た。設備1、設備2。でこれで、分かるかな。あ、フットスイッチがキャプチャーには出てないからあれか。そうリーンにね使ってバトルプログラマー知らせて俺なんか見たな、それ一時期ウェブで話題になった時に。これでね、キー割り当てをちょっと今どういうアプリケーションを使ってるかっていうのをね見せようかなと思うんですけど、これかな。ですね。こういうアプリケーションがあるんですね。でこれで、SDF を左にね、キー1 S、キー2 T、キー3 F でしょ。これが設備1と。設備2。設備2の方は
L イコールになっちゃうの？これ。これ、良くないな。ああ、英語キーボード的な感じになっちゃってんのか。まあ、特定の文字列を入れたりとかっていうのもまあできるようになるんで、まあ、いいんですけど。これ L でしょ？横でしょ？さらに横。なんか正確に認識してくれてないな。まあいいや。まあ例えばこの UI UI O とかにしちゃって、あ、P でもいいよ。あれ？なんだこの C プラスって。T はじゃあ T、Y、U。あ、キー3がなんか変だな。まあ B でもいいよ。B でもいいし。TYB とかっていう感じでもいいから、まあ、こういう風にして、まあちょっとこれ隠すね。ちょっと音量下げて、全部足、いや全部足じゃなくて手を使ってみようかなっていうことで、とりあえずこれでできるかやってみるか。左の方はうまく設定できたけど、なんか右の方があれだな、うまい具合になってないね。ペダルがいっぱい見える。そうですね、2つ買いましたので、でこれで DJ Max の設定を変えてやると、 DJ Max の設定を違うわ、11か10か、ここを変えればいいんだよね。俺が割り当てたのが TYB だから、今回サイドはありません。手で叩いたらフットではないのではそういうこと言っちゃダメだよそういうこと言わない。これで多分ね、いけますよ。あ、なんか違う割り当てが。あれ？普通にメモ帳で入力できるかどうか見てみるか。メモ帳でアクセサリー、
Windows アクセサリー、メモ帳、これで ABC になっちゃってるよ、これ。あれ、なんか割り当てが変わっちゃってるよ、これ。設備1見てみるか。設備1を SDF ボタン保存します。あ、成功を保存するっていうメッセージが出た。サクセスフリーセーブルっていうことなんでしょうね、これ。で、設備2、設備2が ABC になっちゃってるから、これをなんだっけ、さっき何にしたかな。TYB か、 TYB で保存、保存、成功を保存するっていう謎のメッセージが出ましたね。どうも、レモン CB さん、どうも。草ということでねまあちょっとね、 DJ Max キーボードでやってみたり、こういうね、自作のコントローラー作ってみたりですね、あるいはこういうね、カンバのね、改造コントローラー作ったり、いろいろやってるうちにね、でかいので叩いたらどうかなっていうことを考えて、ちょっとこういうスタイルもね、試してみようと思います。キーアサイン画面でペダルをね、そういう、たださ、ペダルがね、なんか保存されてなかった、俺の設定したペダルのあれが ABC に戻っちゃってたから、じゃあやってみましょう。難しい。ちょっとこれ簡単な曲で鳴らそう。むずすぎる。マジでこんなむずいと思わなかった。もっと簡単なやつ、ラブフロー、I like that kid.
違う。素晴らしいね、ガッパかガッパか配信じゃんむやむにうるさい、サイドトラックをフットペダルにやってるのかと思ったらフットペダルでプレイしてた。そうだね、サイドを汗でってのはそれはいいアイデアだと思いますけどね、DCS とミクコンって偉大だったんだなよく見たらテコシャス、あ、そうですね、これあのここにね、ちゃんとテコって入ってますからね。これはね、あの OK 牧場さんに作ってもらいました。あ、でも CB さん、あ、サブスクどうもありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、気を良くしたので、レベル2ぐらいの曲をやってみるか。レベル2か3ぐらいだったら解けるんじゃないかな。トールさん、プライムでのサブスクどうもありがとうございます。ありがとうございます。サブナウドネイト一応ねクリアできるね、星2ぐらいだったら。星3、4ぐらいで狙うか。
ました。時々ドヤ顔で全然違うキー叩くの面白すぎる結構自信満々に間違えたりするから、ちょっとねノートを遅くした方がいいわ。これまだこのプレイに慣れてないから 3.5 ぐらい。星4ぐらいとかだったらいけるかな。ドネートすればどんどん飛ぶでペダル増えて増えてもしょうがないからなこのゲーム違う。ああまだ早い、まだ俺には早いまだ俺には早い非常識なペダル数にして肘とかも活用って超絶スキル見せてほしいな。じゃないん、なじゃないんだよカタカナのなおじさん構文やめろ、おじさん構文をやめろ。これ結構ゆっくりだからいけるんじゃないかな。レンコインだなんだかアミューズメントスペースゲーセンのアーケード筐体見えなくもねあ、違う。サイドは無理、サイド割り当ててません。これこれキーボードで打つしかない。こんなにむずいと思わなかったよ。簡単な曲、あ、いいじゃん。あ、4K、そうだね、4B でやった方が。
最後が現在室温 31.6 31.6スーパープレイダメそうですねギャルおじさん構文やめろ構文はやめられてもおじさんであることはやめられないそういう辛辣なこと言うねこれ構造的欠陥じゃないですか。いやまあそうだね、多分同時押しとかできないから、ここの 4B やってみるか。乗りこなしてきた感、サイドのために足ひもとにもう一個、確かにね、フットペダルはあればあるほどいいからね。ということで 4B やってみますかね。だから 4B の方もキーの割り当てをちょっと一時的に変えるか。これをこれにして、これをこれにする。これをこれにして、これをこれにして、これね、ドリシュ君にプレゼントするために買ったやつなんだよね、もともとは。あ、4B やりやすい。ホームポジションが、ホームポジションがこう達成できる。プランあったんですか。そう、もともとはさ、なんか指怪我して、なんかあのもしかしたら動かなくなるかもみたいな、なんか話あったじゃないですか。あの時に、あ、じゃあ足でね操作できるようにプレゼントしようかなって。ちょっといきなり難しいやつやりますこれのトリルをね、トリルができるかどうかっていうこと。
ちょっともうちょっとサイドトラック押しやすいようにこっちに近づけておくか。あっつ、気温が上がってますね。これ 31.8 度、暑すぎる。使ってない。使ってないキーにサイドトラック当てればいいんじゃないのってね、それはね野暮ですよ。野暮。これどうせ届かないんだから、小指なんて。あ、肘でやるか。あ、こう？こう？あ、こうか。シフトサイドこうやって、あ、これいいかもね。あ、てかこうやればいいんじゃない。あ、すごいこと分かったね。それで行こう。から、キー設定のアプリで、このキー設定のアプリで、キーの1を、キーの1を、これをシフトに、1個目シフト、S にしてるけど、これを、特殊キー、左シフト、あれ？左シフトは個別では指定できないのか、これ個別では指定ができないのか。あ、だからキー 1S だから S をサイドトラックにしちゃえばいいのか。そういうことだな。 S をサイドトラックにして、そういうことだ。 S サイドトラックの、早く設定に行きたい。早く設定に行きたい。ちょっと待って、なんかウィンドウがでかくなった。そういうことじゃない。これでサイドトラックをS にしちゃって、で、B にしちゃうんで、こっちを。
こっちを違う B にして、あ、これ違う、 6B じゃん、これ 4B で、あ、で大丈夫だね。これを、あ、これをだから、S にして、これを B にして、これで結構難しい曲も対応できるようになると思う。これはね、誰も聞いてない独り言でも、あっつあって何回も言う。わかる。わかるわかる。じゃこれで難しいやつやった。もうちょっと。こういう構え。この構えでいく。ちょっと難しくない？これ。むずっ。大体さ、フットペダルでさ、プレイするようにできてないんだよ、このゲーム。キーボードでプレイするようにできてるから、このゲーム自体が。これでいこう。なんか楽しくなってきた。これはね、新しいゲーム体験だね、これ。これはね、これ新しいゲーム体験。っていうかさ、俺は思ったんだけど、これがこんだけ楽しいんだったら、あの3話で30杯より大きいさ、ゲーム用のなんか40杯か50杯ぐらいのなんかでっかいやつあるじゃないですか。これぐらいのボタン、でっかいやつ。あれでさ、コントローラー作っても多分ね、絶対面白い。絶対面白いです。多分絶対面白くなる。
やばい、また上がった。 31.9 度、やばいですね。やばいやばい、熱い。サイドの問題を除けば全然6ボタンでも遊べる。これぐらいの難易度が一番弾いてて楽しいかもしれないな、このキーボードっていうかこのデバイスでやるんだったら。基本の位置はこうだな。
ちょっと指痛くなってきた。親指痛くなってきた。なんか今ピローンってなったな。マノリア・ミエオさん、どうもこんばんは。 Thank you for following. Thank you. はい、なんかね、今日はねこういうことをやってるせいか、サブスクがあったりフォローがあったりして、どうもありがとうございます。ちょっとでもやっぱロックボタンは難しいね、単純に。やっぱゆっくりめの曲で練習するのがいいだろう、多分。結構ね、親指が痛いね、これ。こういう変なこう力の入れ方になってるから。めっちゃ痛む、これ。これやっぱさ、フットペダルでプレイするゲームじゃないよ、これは。